横浜まで乗り入れます。静岡県の伊豆急は来年デビューする新型観光電車の運転を2017年7月より伊豆急下田横浜間で運転すると発表しました。アルファリゾート21を改造した電車は8両編成で定員が100名とゆったりした作りの電車に生まれ変わる予定です。ということで楽しみですね。ね、けどね、うん、今まで の伊豆急の作った車両っていうか、まあ、踊り子号とかこういうリゾート踊り子とか、はい、ああいう形で作った列車を東京駅まで乗り入れてたからね、今回横浜駅までっていうところが、うん、なんかどういう感じになるのかというのが、まあ、注目というか分かんないところなんですけど、あとはね、情報として出ているのが、まあ、デザインの水戸岡さんみたいな感じのもよく言われてるんですけど、まあ、8両編成でね、定員が100人っていうところを、だからまあ1両あたり12、3人、まあ、ならすとだけど、だからまあ、多分12、3人にはならないで、まあ、イズクレールみたいになんか食事作る車両とか、なんかそういう遊ぶ車両と、なんか座席に座る車両と分けたりするんだろうけど、まあ、今後どうなっていくのかっていうのと、あと去年ね、去年というか今年か、小田原と伊豆急下田の間にイズクレール号って JR 東日本が作った、ね、料理をメインにした車両とかがあったりするんで、それとの差別化、まあ、差別化っていうとおかしいけど、まあ、サービス合戦なのか、どっちが、ね、すごいものになるのかとか、その辺に関してこう伊豆方面、そっちの方の車両が盛り上がっていくというのは面白い感じかなと思うのと、あとはまあ逆にね、ここまでこの伊豆クレールができて、この新型車両ができて盛り上がってきたら、そろそろスーパービュー踊り子で楽しめるかなみたいな感じとか、まあ、そういうスーパービュー踊り子自体がもういい感じに古い車両になってきてるんで、その辺を逆に楽しみたいなみたいな感じにもなってくるし、まあ、あと鉄道ファン的にはね、伊豆の方は185系って国鉄時代から頑張ってる電車もあるんで、まあ、今後来年になったらこうもうただでさえ伊豆っていろんな車両が運転してるので、ここにいろいろ加わってまた面白いところになるんじゃないかなと思います。